フォード軍はアメリカが州国カンザス州に位置する軍である。2010年現在、人口は33,848人であり、2000年の32,458人から4.3%増加した。最大都市及び軍庁所在地はドッジ式である。軍の名称はジェームズ・ホバート・フォードに由来する。フォード軍は一軍のみでドッジ式ショート試験を構成している。 コード軍は1986年にカンザス州憲法が個人がたしなむアルコール飲料の販売は食料販売量の30%までという制限付きで修正されるまでアルコールを禁じるすなわちドライの軍であったアメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積2846平方キロメートルである このうち2844平方キロメートルが陸地で2.1平方キロメートルが水域である。総面積の0.07%が水域となっている。人口ピラミッド2010年現在の国勢調査によると、この群は人口33848人、1145世帯および7995家族が暮らしている。人口密度は12人。 平方キロメートルである。12005件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人75.3%、アフリカンアメリカン2.1%、先住民1.0%、アジア1.4%、太平洋諸島計0.2%、その他の人種17.2%、及び今月、根結2.7%である。 ここの人口の51.2%はヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は30.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.8%、25歳以上44歳以下が26.90%、45歳以上64歳以下が21.30%、 および65歳以上が10.00%である。平均年齢は30.4歳である。女性100人ごとに対して男性は106.66人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は105.41人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は51,118ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は57,380ベイドルである。男性は36,326ベイドルに、対して女性は27,596ベイドルの平均的な収入がある。この軍の住民一人あたりの収入は19,994ベイドルである。 人口の15.50%及び家族の11.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の22.6%及び65歳以上の5.2%は貧困線以下の生活を送っている。フォード軍は14の軍区に分けられる。ドッジシティは政治的に独立、英語、ガバメンタリーインディペンデントと考えられ、 軍区向けの国勢調査計算から除外されている。一家の表内の人口中心は最大都市であり、特に大きな数字であれば、軍区の人口総計に含まれている。ありがとうございます。